しぶりだな。なんだか大変だったって聞いてたぜ。聞いての通り大変ってもんじゃなかったぜ。そうね、まさかカタリナがグランとルリアに本気で剣を向けてくるなんて。ああ、自分でもまだ信じられないね。とにかくグランに救われたよ。空域内のいろんな島で混乱が起きちまってるんだよな。ここに来る前に立ち寄った島でも帝国が悪さをしようとしていました。アルギュスカは前に帝国に侵攻された島だからな。あの時戦った連中とずっと目光らしてたんだが、どうやら当てが外れたらしい。だからまあ今んとこは平和だ。今日明日に突然ってことはまあねえだろう。え、でもよろず屋さんが説明しづらい異変が起きてるって。え、そうなのか。観光客がちいと騒ぎ散らしてたみてえだが、そんなのいつもだしな。そうなんですか、よかった。じゃあとりあえず今日はもう休まねえか。おいら疲れちまったぜ。いろいろなことがありましたもんね。休めるときに休んじゃいましょう。んじゃ俺もここに泊まってっから、なんかあったら呼んでくれ。ありがとう、助かるよ。おいで。なんかいろいろ起きてっけど、今日はゆっくり休めそうだな。みんな、それじゃあお休み。グラン、おはようございます。おはよう、ルリア。昨日はよく眠れた？はい、ザザーって波の音が心地よくて、すごくリラックスして。あれ、外から何か聞こえませんか？え？これって、破壊する、破壊する。カタリナさん、静まりたまえ、静まりたまえ。静まりたまえ、静まりたまえ。ちょ、弱い。マジであれ力ずくで止めるしかねえべ。3人がかりならなんとかなるって。俺急にどうしたよ。祈り的なやつ捧げてもあの殺戮マシンには効かねえよ。だってよ、あのキャタピラはあべき俺らの妄想の産物っしょ。それがギュスで火の海にしてっとか、仮にあれ止めたとしてさ、その後の損害賠償的なやつ、マジヤババ、バビロン確定っしょ。タカシ、じゃあもう祈るしかねえわ。静まりたまえ。つうかマジ妄想がリアルになったか。一体全体何がどうなってんだ。せっかくのリゾートがめちゃくちゃになっちゃいます。もしかしてこれが異変？とにかくあのカタリナさんっぽいのを止めよう。ダダ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 
Let's go.